こんにちは。歴ショックです。今回は、鎌倉幕府崩壊のきっかけを作った楠木正成の生涯、子孫のその後、なぜ戦前には日本一の忠臣としてもてはやされるに至ったか紹介します。楠木正成は、後醍醐天皇の倒幕運動に従い、孤立無援の中、鎌倉幕府の大軍の猛攻にも耐え切ったことで、各地の武士の挙兵を誘発した、倒幕の立役者と言っていい存在です。足利尊氏と後醍醐天皇が対立すると、天皇方として尊氏と戦い、命を落としますが、子供たちをはじめ、子孫の南朝の中心として活躍を続けました。やがて、足利氏の時代が終わると、楠木正成は、南朝に従い続けた中心として注目されるようになり、水戸黄門で知られる水戸光圀の活動もあり、正成は、天才軍略家から、中心の象徴に姿を変えます。明治時代以降、正成は国家を挙げて顕彰されるようになり、正成を祀る湊川神社が創建され、教科書にも正成の忠臣ぶりが記載されるなど、正成の扱いは時代を経るにつれてどんどんと変わっていきました。今回は、楠木正成の鎌倉幕府足利尊氏との戦いの歴史、南北朝合一後も南朝に尽くした子孫のその後、悪党正成が忠臣正成に美化されていく過程について紹介します。もともとは幕府の御家人だった。楠木正成の出自、孤独な倒幕運動の実態。楠木正成の出自については、父親についてですら確実な資料がなく、はっきりとはしていません。信憑性に乏しいとはされていますが、もともとは鎌倉幕府の御家人で、北条徳宗家の家臣となっていたとする説があります。吾妻鏡には、頼朝に従う御家人の中に、駿河の国を本拠地とする楠木氏が出てきており、やがて、御家人ながら、北条氏に直接仕えるようになったとするものです。時代が下り、下月騒動で足立康盛が滅ぼされると、北条氏の領地となった、現在の大阪府にあたる河内の国に派遣され、河内の国を拠点にした一族から、楠木正成が出てきたとされます。ただし、幕府滅亡の10年前に、執権の北条高時から正成に宛てられた命令書には、河内の住人と記されており、正成自身は、北条氏とは主従関係はなかったと考えられます。正成は、畿内を行き来する陸上運搬業者の指導者の地位にあり、河内の国の交通路を支配する立場でした。そのため、独自の情報網を持っており、倒幕を目指す後醍醐天皇、その王子の森吉親王に注目され、接点を持ったのでしょう。幕府権力に従わず、実力で生き残る悪党と呼ばれていた正成が、倒幕運動に参加したのは、利害が対立する紀伊の国の北条家臣、湯浅氏との対立があったとする話もあります。正成自身には、天皇への忠義を絶対とする尊王思想はなかったとされ、あくまでも、周辺勢力との対立上、対抗勢力となる後醍醐天皇に組みしたと見て良さそうです。そして、幕府滅亡から2年前の1331年に、後醍醐天皇が、笠置山で倒幕の挙兵をすると、この挙兵に先駆けて、正成は付近の荘園を襲撃し、兵糧を確保した上で、赤坂城で挙兵します。ですが、この挙兵は失敗し、後醍醐天皇は捕らえられ沖に流され、正成も行方をくらましました。その間にも、後醍醐天皇の王子の森吉親王と連携し、倒幕運動を進め、敗北の翌年には、近隣の幕府御家人を襲撃するなどの活動を始めています。そして、1333年に森吉親王が吉野で挙兵したのと同時に、正成も再び挙兵しました。幕府は鎮圧のために20万ともされる大軍を送り込み、正成も赤坂城を落とされますが、千早城に移り、様々な戦法を駆使し、100日以上にもわたる抵抗を見せます。その間に、吉野の森吉親王も敗れ、正成は倒幕派唯一の抵抗勢力となりますが、正成が倒幕の火を絶やさなかったことが、各地の武士の挙兵につながりました。播磨では赤松栄新が挙兵し、後醍醐天皇の沖を脱出。援軍として鎌倉から派遣された足利尊氏も、幕府を裏切り六波羅探題を攻めたため、千早城を囲んでいた幕府軍も撤退し、正成は勝利を収めます。勲功第一の地位こそ尊氏に譲ったものの、正成は、
後醍醐天皇が京都に凱旋する際には、先陣を務める栄誉を与えられるなど、後醍醐天皇の信任を獲得しました。幕府滅亡後の建武政権では、政治を差配する記録書の奉行、裁判を担当する雑訴決断所の寄人を務め、河内の国、泉の国2カ国の守護の地位も与えられます。さらに、足利高氏が武蔵の国、新田義貞が神津家の国の国司の地位を与えられたのに並んで、河内の国司の地位を与えられるなど、幕府御家人ですらなかった時と比べ、段違いの出世を果たしました。特に、公家政治の象徴であった記録書に正成が参加しているのは、後醍醐天皇の信頼の証といえ、天皇の信頼厚い4人の武士、三伯一掃の一人にも数えられています。ですが、公家を優遇する建武政権に対し、武士は不満を募らせ、訴訟も頻発するなど、建武政権は次第に混乱を極めていきました。そんな中、武士たちの不満の受け皿となった源氏の政党足利高氏が動き出し、正成も混乱に巻き込まれていくこととなります。検索をことごとく却下され、港川に散る高氏離反後の楠木正成。鎌倉幕府滅亡後の建武政権は、かつての朝廷政治の復活を目指す後醍醐天皇、武士の信望を集める足利高氏を警戒する後醍醐天皇の皇子、森吉親王という三つどもえの状況にありました。楠木正成はいずれの勢力とも親しく、苦悩する日々が続きましたが、正成の能力は皆が認めるところで、三者の衝突を抑える役割を自然と担っていました。ですが、正成が北条氏の残党の討伐に出陣した隙に、足利高氏が高氏襲撃計画を立てていた森吉親王を逮捕し、この均衡が崩れます。その後、高氏は北条時行が鎌倉に攻め入った中仙台の乱の鎮圧のために、後醍醐天皇の許可を得ずに東国へ向かい、乱の鎮圧後、鎌倉で建武政権に反旗を翻します。鎮圧に向かった新田義貞を打ち破った高氏は京都に攻め寄せますが、正成を中心とした軍勢に敗れ、九州に逃れました。正成は、戦いに勝って、皆が浮かれている最中に、後醍醐天皇に対し、新田義貞を討って、高氏と和睦すべきと進言しています。新田義貞は足利高氏と折り合いが悪く、衝突の原因となっており、高氏が劣勢となっている間に義貞を取り除き、後醍醐天皇有利の状態で高氏と和睦すべきと主張したのです。ですが、この理にかなっている進言は、公家たちに不思議なことを言っていると嘲笑され、実現することはありませんでした。この間に、高氏は九州で体制を立て直し、陸海両方から大軍を率いて、京都に再び攻め寄せます。この時に正成は、後醍醐天皇が比叡山に対し、足利軍を京都に引き入れた後に、街道を封鎖し、兵糧攻めにする案を進言します。ですがこの案も、天皇が何度も京都を離れるのは対面上良くないとする公家の反対で却下され、正成は高氏の京都侵入を防ぐために兵庫へ出陣を命じられてしまいました。ここに至っては正成もなすすべはなく、かつて切り捨てようとしていた新田義貞と意気投合し、協力して足利軍の迎撃に向かいます。正成は戦いに向かう途中に、再度後醍醐天皇宛に、倒幕の時と違って民の心が天皇から離れており、勝利は難しい旨を指摘するなど、最後まで対極的な目線から進言を続けましたが、正成の進言が聞き入れられることはついにありませんでした。そして数倍の兵力差がある中、足利軍と戦いますが、新田義貞は早々に敗れ京都へ撤退し、正成は孤立無援の状況で足利軍と戦うことになります。そして最後には力尽き、生き残った数十名の武士たちと共に自決し、鎌倉幕府滅亡から3年後、40代で正成はその生涯を閉じることとなりました。正成は最後には弟の楠木正成と差し違えて亡くなったともされ、正成が7度生まれ変わって朝敵を滅ぼしたいと言い、正成も笑ってこれに同意し亡くなったといいます。また創作とはされますが、港川の戦いに向かう前に、息子の楠木正成に対し、敵が来れば命を惜しまず戦い、天皇への忠義を示すことが第一の孝行だと諭したという話も残っています。桜井の別れと言われるこの話など、
正成最後の戦いとなった湊川の戦いには、後世の創作も含め、数々の逸話が残っていますが、すべてが創作というわけではなく、敵将の足利尊氏も、正成には敬意を払っていました。細川氏によって取られた正成の首は、2日間晒された後、尊氏の命令で、近くの寺院によって葬られ、尊氏は供養のために、田畑を寄進するほどでした。幕府崩壊のきっかけを作った英雄、楠木正成は、敵味方からその死を惜しまれる存在だったのです。現在の正成の墓は、当初の位置から離れており、江戸時代に再建されたものです。墓を再建した人物が、水戸黄門で知られる徳川光圀で、水戸藩の水戸学から始まり、明治維新の元となった勤王思想によって、正成は再び、歴史の表舞台に立つことになります。楠木正成の子孫のその後、南朝に尽くし、明治時代には中心の象徴となる。楠木正成の死後、後を継いだのは、息子の楠木正綱でした。正綱が、湊川の戦い直前に父と別れた時、正綱は11歳くらいだったといいます。湊川の戦いで正成が敗れ、足利軍が京都に侵入すると、後醍醐天皇は吉野に逃れ、南朝を建て、南北朝の戦いが始まります。新田義貞、北畠顕家といった南朝の主力が、次々に命を落とす中、成長した正綱は、南朝を率いる北畠親房のもと、南朝の軍事力の中核となりました。ですが、北畠親房は、武士を軽んじるところがあり、身分が低く、若輩者の正綱の軍略が採用されることは、ほとんどありませんでした。この親房と衝突したのか、正綱は、河野師直を率いる6万の軍に、わずか3000の兵で立ち向かう羽目になります。正綱と諸直がぶつかった四条縄手の戦いでは、正綱は取り憑かれたように突撃を繰り返し、諸直の本陣近くまで攻め上りますが、兵力差もあり敗れ、弟の正時と共に討ち死にしました。正綱の後を継いだのは、正成の三男であった正綱の弟、楠木正典です。正典の時代になると、足利尊氏、忠義兄弟の争いである官能の上乱が始まり、忠義、尊氏が、それぞれ一時南朝に降伏するなど、滅亡寸前だった南朝は勢いを取り戻します。そんな中で、たびたび南北朝の間で、和睦の話が取り沙汰されるようになりますが、正典は和睦派で、積極的に北朝と接触していました。ですが、正典の姿勢は、南朝の主戦派に疎まれ、正典は、一時北朝に降伏するという事態にもなっています。北朝側では、官僚を務めていた細川頼之の弟、細川頼元が和睦を推進しており、頼元の庇護のもと、三代将軍の足利義満にも面会しています。しかしその後、細川氏が義満によって失脚させられてしまうと、正典は北朝にも居場所がなくなり、再び南朝に帰参し、南北朝の合一が果たされる3年前に亡くなりました。その後、南朝の後亀山天皇は、皇位を明け渡しますが、合一の条件であった南北朝間での天皇交代がなされなかったことから、南朝の皇族は再び吉野に移り、後南朝としてひっそりと活動を続けます。楠木一族もこれに従ったとされ、そのせいもあって楠木氏は朝敵扱いとなり、やがて歴史の表舞台からも姿を消しました。次に楠木氏の名前が見えるのは、戦国時代に入り、正成の子孫を称する楠木正虎が、朝廷に赦免を求め、近江町天皇に赦免を認められた時です。正虎の背後には、畿内の有力者であった松永久秀がおり、当時は足利氏の勢力も衰えていたことから、赦免が叶いました。正虎は、豊臣秀吉に仕えるなどしましたが、大名にはならず、江戸時代には、正虎の子孫が、讃岐高松藩に召し抱えられています。高松藩主は、水戸黄門、徳川光圀の兄、松平頼重が務めており、楠木氏の保護は、水戸学の精神に基づくものでした。後南朝側として活動していたことで、室町時代には謀反人扱いとされていた楠木正成は、江戸時代に入り、水戸藩で栄えた水戸学によって、中世無二の大人物としてもてはやされるようになったのです。水戸学は、大義名分論を中核としており、江戸時代には、朱子学の影響で、忠義の観念が強調されたこともあり、
南朝が必要以上に正当化され、正成も南朝に尽くした忠臣とされます。やがて、天皇を絶対的な存在とする水戸学は、幕末を席巻した尊王攘夷運動につながり、江戸幕府を倒し、天皇中心の世の中にしようとする志士たちも、水戸学の思想に染まっていきました。この動きの中で、南朝こそ正統とする主張は高まり、楠木一族の業績も、天皇に尽くした中心として強調され、逆に足利氏は、朝敵と非難されることとなったのです。北畠親房など一部の公家は天皇絶対主義だったと思われますが、正成自身は天皇への忠義一筋ということはなく、あくまでも南朝側で戦った期待の軍略家というだけです。ですが、南朝を正統とする勢力が天下を取った明治時代以降は、正成は忠臣の象徴とされ、正成最後の地には正成を祭神とする湊川神社、そして皇居前には正成の銅像が建てられます。この動きは、1911年に起きた南北朝政順問題にて、さらに加速していきます。教科書改定にあたり、北朝と南朝を併記する記述を野党が国会で問題視し、当時の桂太郎内閣の攻撃の材料として使われたのです。その結果、水戸藩が編纂した大日本史の記述に基づき、明治天皇が自ら三種の神器を持っていた南朝が正統であると宣言する事態にまで発展しました。これにより、忠臣正成層はさらに肥大化し、この頃には正成は大南高と呼ばれ、呼び捨てにすることすら許されなかったといいます。教科書でも大きく取り扱われ、歴史だけではなく国語や音楽、道徳教育の修身の科目でも取り扱われるようになり、日本の象徴的な偉人となりました。死を覚悟して戦場に赴く姿は、忠臣の鏡、日本人の鏡と称賛され、政府が強制するまでもなく、国民運動として、正成を称賛する運動が各地で行われるようになります。この流れは、敗戦後、GHQ の占領が始まるまで続き、忠臣像から離れた正成の実態の解明は、戦後を待つことになったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているのでよかったらチェックしてみてくださいね。